とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。アーティファクトなしでタワー攻略してみてはどうでしょうということですね。ありがとうございます。今日はアーティファクトなしでタワー縛りプレイやってみようと思います。途中きついところはあるかもね。やっぱ重要なやつあるもんね。そこをどうやっていくか。うん、最初はあれか、パワーシェイカーかな。パワーシェイカーがないか、ちょっとやだな。うん、多分ボスがきつそう。最初のガスト、あそこ結構パワーシェイカーに助けられてたところだよね。うん、あれがないとなるとちょっと厳しいかな。 OK、 まあ弓とかをねしっかり使ってなんとかやっていきましょう。いけるはず。 OK、 いいんじゃない。まあとりあえず序盤はこんな感じでハトラスを取っていきましょう。あ、エンチャント入れよ。エンチャ忘れちゃダメ。ポーションバリアに、まあ、火属性でしょうね。で、後々、毒も入れて、火力を上げていきましょう。まあまあ、そうね。パワーシェイカーの代わりにはならないんだけど、ちょっとでもね、火力を乗せていきましょう。ポーションバリアは3にせずに、まずは火力から。それで多分まあなんとかなるっしょ。 OK、 まあ問題はボスだと思うんで、そこをねしっかりと攻略していこう。よし、まあまあここら辺までは楽勝です。2回クリア、何もいりません。3回長いか。まあいいや、ちょっと長い場所だけども、まあまあまあ次行こう。次エンチャント入れよう。次にエンチャント入れて大丈夫です。いくぞ。ここ長いのは嫌なんだよな。もう全ステージ40秒とかそれぐらいで終わるように設定してほしいな。なんか1分以上かかるとことか結構面倒だよね。うん、まあ、敵いっぱい出てきていいけど一気に出てくるようにしてほしい。パワーシェイカーは取れません。あー、2発で倒せるか。パワーシェイカーなしできついところはね、多分、ああ、いけるいける。凍結しなければ。やば、ミスった。オッケー、あっぶね。よし、危ねえ。終わりかな。はい、次行こう。何もいりません。パワーシェイカーなしか。なかなかだな。ここも結構攻撃力高いやつ出るからね。そいつらをどううまく倒すか。よし、弓のチクチクも痛いしね。弓のチクチクも痛いのよ。やぶれ。 OK、 ナイスポーションバリア。ああー、エンチャント入れてなかった。まあいいか、こうクリアしたら入れよう。エンチャント入れていかないと火力不足だよ。はい、5回クリア。
パワーシェイカーなし意外ときつい。うん、まずは火力からだろうね。うん、ポーションバリアは2あればまあいけるでしょ。でここの草刈りがパワーシェイカーないとちょっと面倒いな。いけるにはいけるか。毒の雲がまあちょっとは、うん、減らしてくれるはず。おい、向こうに行くまでにこれ瀕死になりそうだぞ。いやパワーシェイカー欲しい。 OK、 パワーシェイカーってやっぱ優秀だったな。まあさ、分かってたことやけどね、こういう奴らを速攻倒せるパワーシェイカーはすごく優秀。 OK、いい。あと何だったっけ、愛のメダルか。愛のメダルが10回、いや違うな、もうちょっと手前かであったよな。 あれもちょっと欲しいとこだけどね。ビーハイブ、あー雪玉が3入らない、とりあえず2でいいか。とりあえず2入れて行きましょう。これガストきついね。うん、ガストきついぞ。どうすっか、まあどうすっかってもうどうしようもないんだけどね、まあ、気をつけて戦っていくしか方法はなさそう。ドラが欲しい。そうか、ガスト戦ドラもないのか、ドラもねえのか。オッケーオッケー、やってやろうじゃないの。よし、オッケー、いいんじゃない。オッケー、あと HP 高いのが2体ぐらいと、シュルカーね、めんどい、シュルカー嫌いだわ。よし、どう、そうね、いやいや、このままカトラスで行くっていうのは、うわー、どうだろう。ガストとは戦いやすそうだけどね、カトラスの方が。でも火力が落ちるんで、ボーンクラブの方かな。よし、まあ、とりあえずクリア。次ボーンクラブでしょ。うん、ボーンクラブで行こう。んで一応フルエンチャにはなりました。理想的なやつは入れたね。よし、ここはまあ余裕、いつも通り。まあパワーシェイカーないですね、ちょっと時間はかかるかもしれないけども、まあ余裕です。よし、あ、まだか。終わり、9体クリア。あ、ここで愛のメダルだ、取れません。んでボーンクラブを骨コンボ、パワー下がるよね、アーティファクトないから。89か、いつも90だもんね。まあまあ1ぐらいだったら誤差でしょ。いやでもその誤差が結構痛いかもしんない。あ、変更、まあまあ 25% で炎を跳ね返すよね、確か。ちょっとマシにならない。あぶねえ、多分攻撃もらうと相当まずそう。 OK、 ナイス、
蜂がめちゃくちゃいい。あぶねえ。よし、待て、火力えぐいって。よし、待て、火力えぐいて。よし、ちょっと安全に行こう。ちょっとずるいけど弓で戦います。おー、あぶねー、もう怖いわあと一発くらいは多分やられるから、これで安全に行きます。よし、これでおしまいですね。はい、何もいりません。次、まあ、最初の難関はちょっと抜けた感じでしょうか。うん、 OK。 やっぱあそこきついからね。よし、ガスの攻撃もまあまあ見切ればなんとかなるの。でもその見切るのが意外と難しいんだよ。いつの間にかあれ食らってたりするからね。避けたつもりでもかすっただけでダメとかね。よし、12回楽勝。次、何、もうアーティファクト別に何もないもんね。うわ、ここもきついぞ。あ、でも蜂が危ねえって出てくればちょっとはマシかな。嘘、危ねえ、当たってねえ当たってねえよ。ナイス。クリーパーの爆発を使っていい感じでしたね。あとは 2,3 体か。よし、13回終わり。コグエンチャント入れましょうか。コグに、うん、こっちいらないね。いいかな、3入れとけ。よし、まあもう半分は超えたね。半分は超えました。よし、いける気はする。このまんま途中途中ちょっときついところもありそうだけど、はい。次防具が出るのいつだ。まだもうちょっと先よね。もうちょっと先にあるよね。うん、いいのない。で、骨コンボ、骨コンボを上げましょう。はいはい、102。ん？いつもは何まで上がったっけ？ 105 ぐらいまで上がった？わかんないけど、多分、パワーは下がるはず。アーティファクト取ってないんで。うん。ここも愛のメダルあれば、ちょっと楽なんだけどな。まあ、しゃあないね。よし、終わりか。16回おしまい。いいか、うん、行きましょう。うん、ここがめんどくさい。ここね、ほんと嫌になる周回してるとき特に。ここはね、結構なストレスなのよ。まあ、敵はそんなに強くないので、ここを解きますね。あとは上の雑魚を倒しておしまいですね。
終わり。続きいきましょう。いりません。まあちょっとは時間がねいつもよりはかかるだろうけども、倒せはするよ。別にエンチャントいらないしな。いらねえな。あ、一応爆発は入れとくか。一応ね、いけ。うわこれトゲがないと、あ、トゲじゃない、パワーシェイカーとドラがないとダメージ少ねえな。まあ仕方ないか。 OK 来い。おお、いいね、いいダメージだ。え、なんでそんなに入った。え、コククロスボウがめちゃくちゃ今ダメージあったね。なんで、え、なんでだ。マルチショットが近距離で当たったのか。はいはい。で、2回目はマルチショットが発動しなかったわけね。はい、来なさい、終わらせよう。おいって、もう8。もう8が邪魔。はい、次行きましょう。そのまま、まずこっちをちょっと倒すとく。ああ、あ、でも爆発で倒した。いや、倒しきれてない。もうやばい、うっそ、もうやられた。もう嫌になる。ちょっとこっちから沈めていきますわ。もう、うわー、よし。意外と氷のダメージあるよね。はいはい、アップな。よし、まあ終わりです。19回クリア。うわ、やられちゃった。まあこれからはもうやられないようにいきましょう。クールダウンがもう意味がないんだよね。クールダウンも意味がないのよ。だからライフブーストちょっと入れとけ。うん、1回やられてるんで HP に補正が 33% かかかるのでだいぶ良くなるよね。よし、お前たちはどうしようか。いいね、8、いい感じよ。よし、ナイス爆発。終わりだ。はい、20回クリア。もう少しですね。あ、でもめんどくさいステージまだあるね。あるわ。はい、次、ここは特に問題なし。ちょっとコブで倒して爆発ダメージを稼いでいこう。よし、いいんじゃない。もうここ上に逃げられると本当に嫌。上に逃げられると面倒なんだよな。よし、まあいいんじゃないですか。え、これ上にいる、まだまだいるよな。そうか、はいはいはい。もう
よし、いいね。矢はね結構出てきてくれる。終わり。22階に行きましょう。何もいらない。クリーパー部屋、ここね愛のメダルがあるとそこそこ嬉しいんだけども、まあまあタンブルビーでなんとかしよう。うん、タンブルビーで対処しましょう。行ってこい。やばい。ああ、もう最悪だ。もうまあいいや。よし、いいんじゃない。あぶねあぶね、あぶね。よっしゃ、あっち蜂がいてなんとかしてくれてる。よし、終わりかな。危な。22回クリアでーす。愛のメダルが欲しかった。いりません。で、出た草刈り。草刈りがやだな。よし、 OK。 ちょっと爆発で、いやいや爆発でもそんな意味ねえな。普通に倒していきましょう。うん、あ、まあまあ蜂を突っ込ませるっていうのはちょっとありかもしんないね。うん、蜂を突っ込ませてタゲ取ってもらうとちょっとはマシか。うんうん、はい、頼むよ。クリーパーが鬱陶しいからなんとかしてもらえるとありがたい。いいね。よし、もうよっしゃ、 OK、 ナイス。食べ物ありがたい。おっしゃ、危ねえ。今のクリーパー見えてなかった。よし、危ないよ。まあ、なんとかいけたね。愛のメダルがあると本当に余裕でいけるんだけど、アーティファクトってすごいな。うん、効果すごいな。よし、終わり。はい、もう少し、もう少し、アップドラフトも取れないしね。そのまんま行きまーす。81でいいよね。107か。あんま上がんなかったな。結構上がらない？113ぐらいまで上がらなかった。だから最終的な武器113だった。あ、違うか。まあいいや、なんとかなる。よし、いけ。トライデント爆破で、いや、ガーディアンを倒せないか。できればガーディアン倒してほしかったけども、あっぶねえ。 OK、 そこ倒しときたいね。開ける前にある程度倒して進みましょうかね。うん、それがいい。 OK、それでは鍵を開けておしまいですね。よし、はい、スパイダー持っていこう。エンチャポイントめちゃくちゃあるんだよね今回。でも別にそんなに入れるやつってないんだわな。あー、まあ一応雷フォーカス入れとく。発動したらラッキーだしね。行くぞ。よし、爆発も3入れてるんで爆発ダメージなかなかでかいよ。
よし、いいね。まあ300本ぐらいあるんで十分こと足りる。よし、オッケー、ボスまで来ました。ボス行きましょう。何も取らないでいい、いいよね、いいよね。いいか。アーティファクトないからなんか変えていっても良さそうだけど、まあいいでしょう。いきます。あー、なかなか削りきれないな。あ、やばいやばいやばい。よし、いや全然削れてねえよ。いや削れねえ。あー、ちょっと待って、削れない伸び全然削れないわ。もうちょっと一気にいけるかなと思ったけどな。伸びを削るのがちょっと厳しいか。ちょ、伸び削りきれないな。 OK、 あ、もう回復すんなって。よし、やっば。OK、 あー嫌になる。ちょっと待って、なんかないか。ないよね。あー、蜂をもうちょっと召喚できるようにしとくか。次ラスト。うわーダメやったー。はい、ということで戻ってきました。ちょっと最後厳しかったな。ちょっと装備を考える必要があった。コグクロスボウじゃない方が良かったかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。